先月29日、堺市の豊和病院、コロナ後遺症外来を開く病院の待合室には多くの人が訪れていました。あれからどう？まだちょっとものすごく大変、2倍とか、起き上がれないっていうか、やる気がっていうか、なんか腹に力が入らないっていうか、ね、腹が起きの部屋が全然こう倦怠感じるところ。仕事は？あ、今ちょっと休んでない。去年4月に後遺症外来を始めた豊和病院では、これまでに530人以上が通院していて、症状に合わせて漢方薬を処方し治療に当たっています。倦怠感とか息切れとか、味覚嗅覚障害、睡眠障害、あるいは体のあちこち痛いで、ブレインホグって言って脳に関する症状、判断力低下、記憶力低下、脱毛ね、それぞれの症状は複合している人の方が多い。調理師の40代の男性です。去年8月に感染し、当初は軽症でしたが、およそ半年にわたって倦怠感などが続き、感染前と同じようには仕事ができなくなりました。上司からもちょっとやはり、こういう状態っていうのは浸透してないのもあるので、まあね、君のことじゃないけど、サボってんじゃんかと。もう言われます。診断書をもらい、今後2ヶ月は休職するということです。仕事できたのが、やっぱりこう、頭が回んないんですよね、シンプルに。だから考える力がもうちょっと働かないというか、まあ僕調理師なので、まあもうそれに見合った料理が作れてないっていうことなので、まあ単純にお客さんに出せないじゃないですか。だからまあ、もうそういう、まあ雑務というか、もう本当に、もっと簡易的な仕事を任せられている状況にはなっているので、まあこう本当にこう負のループというか、後遺症の人は無理に仕事や運動をすると症状が悪化することがあり、豊和病院の患者で仕事をしている人のうち、およそ8割は感染前と同じようには働けなくなっています。治る期間というのは個人差ある。なるべく体を休めると、仕事もね、控えた方がいいと、その方が治りやすい。長期間の治療が続く後遺症、そして今オミクロン株が拡大した時期に感染した人も治療を受け始めています。先月感染が判明した女性、当初は軽症で、先週半ばまで自宅で療養していました。体だるいですか？味覚障害、嗅覚障害。味覚がないです。美味しくないです。女性が感染したのがオミクロン株かどうか保健所から連絡はありませんが、倦怠感や味覚障害などがあり、今後の経過を見ていくことになりました。オミクロン株にどんな後遺症があるのかはまだ分かっていません。東京でこれまでおよそ3300人の後遺症の患者を見てきた平畑浩一医師、すでにオミクロン株の後遺症とみられる患者を少なくとも5人は見ていると話します。オミクロンが急激に増えて、でその時の感染者なので、おそらくオミクロンなんでしょうと。メインの症状は倦怠感なんですけど、1人はもう1月発症でもうすでに寝たきり状態になってしまっているということで、まあ、オミクロン軽症というふうに言われがちではあるんですけれども、後遺症になった場合に軽症かどうかというのはまた話が別で、かなりの長期間働けなくなる可能性があるぞということを意識して、やはり感染防御に努めなければいけない。国立国際医療研究センターが去年までに感染した人を対象にした調査では、感染から半年後に何らかの症状が続く人は 26.3%、さらに1年後も症状が続いている人は 8.8% になりました。長期化する後遺症は体以外にも影響を及ぼしています。大阪市にある北野病院の後遺症外来、去年4月に感染が判明し後遺症が続く
20代の女性です。伏せてるだけで脳が変にぐにゃんってなる感覚やったりとか、脳1年間ない感覚やったりとか、何が原因でもよくわからない。運動したら、ちょっと運動したら急になんか眠い、眠いし、なんかすごい家に帰りたい、体が重たい、なんかもうものすごく悲しくて、なんでこんな絶望的なのやろみたいな。仕事にも復帰できないまま、先が見えない状況に精神的に追い詰められています。不安が止まらなくて、それがしんどくて、そうですね、まあ、その働けるところにまで行くまでの体力がいつ回復するのかっていうのが、やっぱずっと考えちゃって心配です。女性を診察する医師は、体が本当にしんどくて、長い期間それに悩まされる、そういったことから、途中で二次的にですね、精神疾患、うつ病であったり、不眠症であったりということを発病される方いらっしゃいますけども、決してそれが精神的な要因だけでなっているものではなく、本当に身体がしんどい病気だということは認識していただけたらいいかなと思います。こうした後遺症を職場から理解されず、退職を迫られる人もいます。大阪市の40代の男性は、1年2ヶ月にわたって息切れや倦怠感、腹部の痛みなどの症状が続き、仕事も休んだままです。娘がパッて逃げて、ほんまにこう5メーターから始めたぐらい軽く追いかけると倒れそうになります。呼吸が今ちょっと良くなってて、これぐらい最初もっとしんどかったので。男性は一昨年11月に建設関係の職場でクラスターが起きて感染が判明、会社からの申請で労災と認められ、休業保障が出ることになりました。しかし体調不良が続き、その翌月に後遺症と診断されます。すると社長の態度は一変しました。会社が負担している分の厚生年金と社会保険料、会社負担ももったいないからやめろと。去年2月、社長とのやり取りです。うちも毎月半分負担しているから実際しんどいねんけどな。完治したらまた働くつもりでしたが、どうしたらいいんでしょうか。多分無理やからそれとなしに言うてるつもりやけど、早く自宅でできる仕事を見つけた方がいいんちゃう。さらに去年10月には、お前の生活何してるか見てるからな、監視してるからな。こうしたテレオやっていうふうに言われたので、今何テレオ使ってんねんみたいな形で言われたので。去年12月からは、会社は休業保障を続けるための書類を男性に渡さなくなったということです。元に戻るために病院、いろんな病院通ってますので、正直こうそこでいっぱいいっぱい、ただやっぱり村は生活できなくなるので、持ち家でローンを払っている。男性は労働基準監督署に相談して、今後は会社を介さずに休業保障の手続きを進めることにしています。後遺症のことを周囲に理解してほしいと訴えます。サボりたいから病院行ってるわけでもないですし、しんどくないのにしんどいって言ってるわけでもないので、行政、あと会社の経営されている方、人事されている方、やっぱり同僚とかそういう方たちのそういうのを分かってほしいかなっていうのは思います。長期化するコロナ後遺症の現実、今後さらに苦しむ人が増える恐れがある中、周囲の理解とサポートが
求められています。